秋風寒く音音の河原柳の枕場を水に散らして吹き抜けりゃ右側に茂る枯れ足の弾みを騒がす河内通り別れた親鳥を探しているのか川波をしぶきをかすめて泣いてゆく哀れ涙の濡れ翼ちょいと鳥的さん、ちょいとどこを見てんだい。ここだよ、二階だよ。あ、はい。なんだかさっきからフラフラしてるけど、どっか悪いのかい。へ、ここ二三日何も食ってねえんだ。腹の中は水ばっかり。まあかわいそうに、早く部屋へ戻んなよ。先の見込みがねえと親方から引導を渡されて部屋追い出されてしまった。だけど江戸へ帰っておかみさんに頼んでもう一度相撲取りになりて、そして横綱になって国のおふくろのお墓の前で土俵入りを見せてやりてんだ。じゃあもんなしなんだね。利根川の私は16文取られるんだよ。ほれこの巾着が私の心証ありったけだが、何か食べても船賃ぐらいはあるだろう。さあ放るよ。ああいいよいいよ、姉さん、後で困りはしないか。あたしゃ年がら年中困り続けだから、あってもなくっても同じことさ。あ、そうだ、江戸までじゃ足りないだろ。ちょっとお待ち。この櫛とかんざしをしごきに結んで垂らすから、さ早く受け取んな。何をグズグズしてんのさ。あらやだ、お前さ泣いてんだね。わしこんな女の人に初めて会った。山と積まれたお宝さえも人の情けにゃ変えられぬ。なんで忘れよ櫛かんざしに籠もる心を受けてもへはこらえなき。鳥的さん、お前本当に精を出して立派な関取におなり、一生懸命おやり、
そして国のおっかさんのお墓の前で横綱の土俵入りをきっとやるんだよ。熱い化粧に涙を隠す癒し家業の女でも情けもあれば意地もある一文なしだと聞かされて串にかんざし巾着を投げて与えた心意気砦の阿鼻子屋のお蔦さんか。忘れねえ忘れねえ。きっとご恩返しをいたします。トンネの包みの秋草の破れわらじで踏みしめる駒形模型の懐に残るお蔦の花向けが男心を温めて大きな夢が振り返る。川風身にしむ砦いつか来去り冬も雪巡る春秋夢の間に十年過ぎたが番付に駒形模型の名は見えず春の音ね今日もまた昔変わらぬ花いかだ。ごめんなすって、こちら元阿鼻子屋にいたお蔦さんのお家じゃござんせんか。はい、どなたさんでしょうか。やっぱりお蔦さん、お久しゅうござんした。10年前にお助けをいただいた茂平でござんす。茂平さん、思い出せませんが。思い出されねえのがかえって幸せ。茂平は物になり損ねえ
お約束も果たせずに情けねえこんな姿になり果てました。お蔦さんから受けたご恩返しの真似事がいたして、さあこれを50両でござんす。どうかこれをお納め願います。待ってください、こんな大金を。それに私覚えがないんだけど。覚えがねえのがかえって幸せ。よそはこちらへ来る道々聞いてまいりました。ご亭主が土場で起こしたイカサバのけじめをつけに奴らがこっちへやってまいります。あとのことは足が引き受けます。子供様ご亭主がおぶったらようございます。さあ行ってきてマイク、お逃げなさいまし。あいけねえ、悪いことになってきました。お蔦さん、ご亭主と離れなさんな。なに、大丈夫でございます。この新張り棒を借りますぜ。あ、思い出した、あの時の取り敵さん。そうでござんすか、面目ねえ。にっこり笑って外へ出るや、近寄るヤクザが5、6人。おう、技術ってなてめえか、川向こうじゃ評判が悪いぞ。言うが早いが、新張り棒の早打ちで瞬くうちに叩き伏せると。お蔦さん、肩はつきやした、飛ぶには今が潮時でござんす。あの時はわずかなことをしたのに。いらねえ時期だ、さあ早くお行きなさんせ。親子三人仲良く達者でな。はい、お前さんもお丈夫でありがとうございます。へい、おさらばでござんす。お蔦さん、ぼっきれを振り回してする模型の、これが10年前に串かんざし巾着ぐるみ意見をもらった姉さんにせめて見てもらう駒形のしがねえ姿の横綱の土俵入りでござんす。あえて嬉しいまぶたの人は辛い連れ持つ女房かり飛んで行かんせ、どの空なりとこれがヤクザのせめて白羽の陣。